メンチュヘテプ2世は古代エジプト第11王朝の第4代フーラオを、紀元前2060年頃、フオアンテフ3世の後を継ぎ即位した。当時のエジプトは第一中間期と呼ばれ、各県を治める宗公がメンフィスの中央政府から離反し、全土の派遣を伺う戦乱の時代であった。中でも、上、エジプト第20県の首都、 ヘラクレオポリスを本拠とした第10王朝は特に強大で一時的に全土を廃下に収めるほどの勢いであった。対してテーベの第11王朝もメンチュヘテプ2世のソフアンテフ2世の時代に南方のヒエラコンポリスからエルファンティネまでに至る地域を支中に収め、北方では第10王朝との国境をアビドスをシュートとする第8県まで押し上げた。その後は 両勢力の間に急戦協定が結ばれ、メンチュヘテプ二世が即位した頃まで互いに睨み合う状況が続いていた。メンチュヘテプ二世の治世十四年目、アビドスで反乱が発生した。この反乱を契機として、両国の間に再び戦端が開かれる。メンチュヘテプ二世は迅速に反乱を鎮圧した後、第十王朝の勢力圏へと進行を始めた。戦況は、 テーベ側に優勢のまま進み、やがて上、エジプト第15県のヘルモポリスをはじめとする多数の州がテーベの側に寝返ったことで決定的となった。地二21年目頃に第10王朝の本拠地ヘラクレオポリスを陥落させ、地世第39年頃には第10王朝最後の王を下し、 エジプトを完全に統一することに成功した。これをもってエジプト第一中間期は終焉2度目の流星期である中央国時代が始まった。メンチュヘテプ2世のエジプトの再統一という功績がいかに輝かしいものであったのか。それは知世中に頻繁に変更されたホルス名が物語っている。即位した当初はスアンクイブタウィと名乗ったが、知世14年目以降は、 白間の主を意味するネチェルヘジェトというホルス名を付けた。そして全土を完全に支配下に置いた地世第39年以降は、スマタビとなった。全土を統一したメンチュヘテプ2世の地世の後半は、長きにわたる戦乱で荒廃したエジプトの繁栄を取り戻すための事業に費やされた。上、エジプト長官など王国以来の感触を復活させるとともに、 新たに下エジプト長官を置くなどして行政機構を整備していった。敵対的な就航は廃止、メンチュヘテプ2世の息のかかった人物にすげ替えていった。一方で戦いの過程でテーベ側に寝返ったヘルモポリス港など戦局に大きく影響した就航に対してはそれまでと変わらぬ待遇を与えた。国外への軍事活動も積極的に行った。南方への遠征では 第二幕府までのシタヌビア地方にまで到達して、これを支配下に収め、さらに南方にあるプント国へ対象を送った。西方の砂漠地帯にも軍事遠征が行われ、オアシスに勢力を持ったリビア人を支配下に収めた。メンチュヘテプ二世の国土再統一によって、各地の採石場から良質な建材が入手できるようになり、エジプトでは、 再び皇王国時代のような大規模建築が可能となった。テイベの職人に加えて、全土から職人たちが集められ、建築事業や芸術が進行された。中でも、テイベの西に建造された、メンチュヘテプ2世の総裁殿はその中でも、最も有名な建築物である。現在でエル,エルバハリと呼ばれる断崖に囲まれた窪地に建設され、 メンチュヘテプ2世に仕えた長身たちもその周囲に葬られた。例えば最初、ケティ、大臣ダギ、大臣アピ、自重長ネヌなどの墓がメンチュヘテプ2世の応募周辺に造営されている。ダギの墓からはコフィンテキストと呼ばれる呪文が発見されており、広国時代のピラミッドテキストとの類似が指摘されている。紀元前2010年、 メンチュヘテプ2世は50年間の在位を全うして、この世を去り、息子のメンチュヘテプ3世が即位した。彼によって、再び統一されたエジプトは、後継者たちによって受け継がれ、第13王朝の半ば頃までおよそ300年間に、わたって、平和と繁栄の時代が続くことになる。ありがとうございます。